ちょっとね、俺嫌なことあってね。嫌なこと、ああ、ちょっと聞いてほしいんだけどね。まあいいけど、うん、昨日ね、うん、その道頓堀歩いてたのよ。うん、ほんで俺財布を落としてね。うわ、昼の2時ぐらいに。結構ほんでもうまだ見つかってないのよ。2万も入ってる財布。結構でかいんや。全財産俺の。全財産何がおかしいんだよ。31で2万。しょうがない、2万しかないんだ俺今。まあまあまあ、それはまだ見つかってないの。見つかってないのは最悪だな。ほら元気が出ないだろ今日。これは最悪やな。最悪だよね。俺昨日いい子だって。お前何なんだよ人の心ねえのかお前。まあ、バランスとってね、うん、バランスとか言うなあんまり嫌なやつだな。何、いやいい子だって。俺昨日昼2時に俺道頓堀歩いてたんや、うん、そして財布拾ってさ、うん、で中見たら2万円入っとったんや。叙々苑行こうか。俺のだそれお前俺の財布だぞ絶対。出して、うん、いいこととしちゃダメだよ人の財布拾って。それでな、お前持ってるってこと？あ、持ってるよ、うん、いやじゃあ俺の財布だぞ絶対。なんでお前の状況が似すぎとるじゃんかんだ。まあ、状況は似てるかもしれんけど。そうやろ。じゃあお前のかどうかまだ分からん。だとしたら人のお金で焼肉行くことしちゃダメだよそれ俺のだって返してって。で黒の長財布じゃなかった？あ、そうそうそう。じゃあ俺のじゃん、よかった、うん、お前持ってんだじゃん。そのブランドじゃん。うん、財布のブランド？いや持ってて大体財布なのブランドあれ。いやもうさ、まあブランドは別に気にしてないよね。あ、気にしてない。まあいいじゃん、いい、別にいいじゃん財布ね。まあ、ちなみに俺が拾ったのはあのダイソーの財布だったんだけど。言うなよお前言うね。いやまあ俺の財布だよそれ。お前の？俺の財布だ、ダイソーの。やっぱ31でダイソーの財布使ってる。いいだろ別に。いや、ね、落としてもそんな買い替えられるから安物だから、ね、4、5万するやつもあるけどね。あのマジックテープのやつ言うなよいいだろ大人がベルってやってもお前ベルってやってもいいだろ大人がいいね、あと俺の財布だってやめてそれ。中身何入れてたよ中身、うん、あ、Tポイントカード入ってなかった？あ、あったあったあった。俺作ってずっと貯めてんだよ、うん、あれ Tポイント。柄は柄？なんか普通の T って書いてるやつじゃん。知らねえな、適当に作ったよ、うん、T ポイントが。適当に作った。適当に作ったよ。ちなみに俺が拾ったのは、うん、のモーニング娘。のやつだった。言うな俺のだよお前あの人モームス好きなんだと思われるだろでもあれ今のモームスめちゃくちゃいいんだろね。お前適当に作ったって言ってよ。狙って作ったよキャンペーンの時に。キャンペーン、いや、あの頃のモームスがいいけど今はめちゃくちゃいいから。今のがいい。今さらにいいから。知らねえだろ。まあまあ、まあ、まあいいけど。めちゃくちゃいいから今のモームス。他何入れてた？他だ、クオカード入ってなかった。クオカードだった。あれお金と一緒じゃけんな。あの矢口真理のやつね。言うなよ言うな、なんで言ったんだよお前。矢口真理好きやん。矢口真理好きだよ。最近のモームスが好きって言ってたの。あの頃のモームスに決まってんだろモームスはあの頃が本体なんだよお前。本体ごまきとかおった頃のお前。本体そうだろお前。矢口の好き吉沢だよお前。すごく辛いよだから人生お前。なんか弦が悪そうだけどね。あんま言うなよ矢口と吉沢。まあ、なんでそんな俺の情報言うんだよお前。やめて。いや俺の言った情報になんかすり合わせてね。違うお前が俺の財布だと思ってわざと恥ずかしい情報言っちゃってんのお前。メイド喫茶のポイントが。言うなよなんで言うんだお前。確認じゃお前のこと。コンカフェな。はコンカフェメイド喫茶とコンカフェ違うから質が。一緒じゃろ別に。やめてよな、なんで言うんそんなことお前。なんでも、なんでそんないの。その女の子にモテるから行くよねそういう店。なんでモテないの。太ってるからだよ。じゃあお前のじゃない。なんでだってスポーツジムの会員カード。言わないで、ね、あの人行ってこれなんだなんだ行ってこれなんだよお前。行ってないでしょ、どこのジムなんですか。もう見る見る太ってるよ摂取量が多いから見たら分かる。もうこれ言わないで俺の財布の中身。あと SM 女学院バースメシバカだね何を言うとんのお前。いや何、いやそれ男じゃけね、付き合うから1回ぐらい生きたんすね。じゃあ前のじゃねえ。なんでだからスタンプ満タンだって。わっしゃいわっしゃいよっしゃ SM マシンだわっしゃいだよお前言っちゃったお前、まあ、おかしくなってる。なんで言うんだバカ野郎お前。唇のスタンプがうわーいいな具体的な俺たちしかわかんねえんだからもういいよ、本番届けろよ。いやその前にまず焼肉へ行こう。返してどうもありがとうございました